はい、まあ本当に選手たちが40分仙台らしく、泥臭く頑張った今日の結果だったと思うので、明日また3試合目になるんですけど、仙台らしく、回り道はないので、あ、回り道しかないので、近道しかないので、うちは、泥臭く、最高の仲間と、最高の形でシーズン終われるように、もう一回仙台のバスケットできればなと思ってます。以上です。というお話の人です。よろしくお願いします。ありがとうございます。今日早尾選手がスタートを入れたということで、活躍についてぜひ教えてください。そうですね、まあ、エヴァンス選手とか、スクーティー選手、エヴァンスか、本当にディフェンスアイソレーションとかワンオンワンプレーが多いので、相手はそこをしっかり荒尾選手が抑えてくれたのは本当に大きかったです。実際荒尾選手が前半エヴァンス選手のところファール2つ取ったと思うんですけども、何かそういったアドバイスとかそういったを指示されたと。いや、ファールもらい行こうとかうちはあんまそういうことしないんで、はい、そういうのはあんまないっす。明日に向けてどういった戦いというか、どういった役でやるところがございますか。そうですね、まああんまり大きく変えることはなく、第一試合はやっぱ名古屋さんみたいなタレントなチームに、勝つってどれぐらいハードか、僕らが分かってなかったと思ったので、今日はそれをしっかり、理解した上で最後まで戦えたので、明日もそれが一番大事になるかなと思います。ありがとうございました。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それでは、241でした。